こんにちは、ネモです。パワフルサッカーやっていきます。今回はオフェンス4積みデッキリベンジ編ですね。いきたいと思います。で、今回のデッキがこんな感じです。騎士くん、キドリちゃん、ヘキ、キリサメくん、アイハラちゃんで北野と。で、北野の PSR がちょっと捕まったので、このデッキもう一回やってみようかなと。で、キリサメくんをなんとかレベル30まで上げましたと。これでいきましょう。アイハラ、おお、まあ、そうだな、アイハラなんとか爆弾いきなり来たね。アイハラなんとか、まあセックさんアタオンまでに間に合えばって感じですけど、なかなかね、なかなか PSR でも難しいところはあります。なので保険をキドリちゃんでかけといて、でもしいけそうならっていう感じですね。まずは自己紹介が来て一緒に帰れるようになんないと話なんないですね。うん、順調、この娘順調。でも相原の場合はそうですね、福井部のダンスが2つとも来て、でうまい感じで練習踏めてればいけたりもしますけど、めっちゃ順調だな。ここで初めて帰らなかった。オフェンスあるな。はい、おう、ナイス、来たな。ロングスローもムードも取れないな。いい、まあいいでしょう。はい、来たのに引く。これでおそらく来たのはもう行ったでしょう。で、割れるけどもう来てるからいいか、割るか。20点だけど、たかだか。お、ちょっと踏んであげよう。休む。うん、いいですね。もう行ったでしょう、評価。これですね、これが2回ともさっと流れてくれると、まあ、評価が上げられるので、それでいけたりするときはありますけどね。小さめフェアプレー取れるな。おお、怖怪我率結構ありましたね。おーい、先に上がろう。体力回復で使っていきます。まあそこでもらえるポイントが正直それだったら、早めにオフェンスの、タックですね、組めるようにしていった方がうまいっていう話ですね。霧雨、ヒーヒー、もういいでしょう。よし、全くと言っていいほど来ないな。おわ、乗り換え、よし、めっちゃ生きてるけど無理だな。シュート力取りますか。取れるかな。取れないね。レンジ、おーい、壁の評価を上げます。うん、まあまあでしょう。これはもう12か。
休むかな。相原とここ行きますか。全然帰んねえ。サクセス中に彼女なるかなってレベルですね。うわあ、これも行きたいけどな。お、あお。うん、精神ですね。一人か。騎士あげましょうか。ミッドフィールダーにするかな。で、監督。よしよし、間に合いましたね。展開力はこれで抑えていいな。来たのがちょろちょろしてるな。で、大体行ったかな。おお、君がまだか。レートでいいでしょう。相原行ってもいいっすね。相原行くか。ちょっと早く早く行かせんと。ラブパワー、相原踏みましょう。評価と体力の回復ですね。よし、やる気をください。ダメか。で、スピード切り裂め、展開力取るか。はい。で、ダッシュ。つれえな。リードだと辛いんじゃないかこれ。ステルス、ステルスって何の上位なんだ。ステルスね。ちょっと待ってください。マーク外しか。うん、ダメだな。これはダメですね。精神ではありましょうか。これで評価もいったでしょう。またこれ出るから大丈夫だろ。来たの。マジで。じゃあな、こっち取るか。うん、ようやく走り始めましたね。
オッケー、強い。交換だ。こう。グギ。うん。体力回復してほしいな。流れ星か。一人。一歩遅いな、岸君。休むか。ムードまだ取ってないよな。うん、ちょうど来たもん来ました。で、体力を回復しましょう。お、千丸ビプス。でも割ってる暇ないんじゃないか。キドリちゃん踏むか。潜っていくよ。マジかい。まったく引かんねえな。そしてデートしていきましょう。うん、よく見ると結構でかめっちゃいい子ですね。人のために尽くせそうな。聞け耳か。一人。精神めっちゃ入るんだよな、このギプス。聞き耳でもいるよな。いや、置いとくか。それはきつい。うん、3回目ですね。間に合った。相原行きましょう。んでも鍛えておこう。うん、ダブルタックいいですね。いい。うん、ダブルタックウェイ。
うん、4回目かな。シングルか。じゃあデート行きますか。少し結構ダブルタックは踏めましたね。どうだろうな。うん、2600。ダブル強いな本当に。ウェイ、まるっと。うん、もう A 行きますもんね。オフェンス、てかオフェンス上げなくていいのか。リセットしてセンターフォワードか。いるな。テクニックね。まあこれでいいでしょう。お願いします。はい、ということで勝てましたと。で、主人公も1ゴールできましたね。ギプス、うん、これでもデートしていかんとなった。2回目、上でいいですね。お、1回目、はいね。霧雨。なんかめっちゃポイント入るな。パスはくれるけど。お。フェンス上げずにな。いいですね、3人。むっちゃ強いな、本当に。ウェイ。初めて見た。10年に1人の逸材だよ。うん、デートですね。おー、結構。こう技術も溜まってきたなと。フィジカルいいだろ、言って。テクニックか。スピード上げられないですからね。テクニック上げようかな。よし。
作いきましょう。でホイッスル。はい、ということで勝てましたと。38オールか。乗り込もう。強アイドル強いよ。よし、光りましたね。一人だったらスルーでいいでしょう。おーい、さあ行きましょう。サク、ほーんとピンチはあるけどな。トラップ、はい、ということで勝てましたと。主人公も1得点できましたね。まあまあいいでしょう。おお、素晴らしい。3人タップめっちゃ絡んでますね。結構いくんじゃないかな、ポイント。これ、成功して。うわー、キーパー来ない。おお、また3人。行きたいけど、今の体力消費で、全く無理になりましたね。彼氏、相原結構評価がやばいな。うん、見かけたら行った方がいいっすね。デート行った方がいいっすね。で割れなかったから、うわー手本怪我1、よかった。問題は、おお、いるいる、しゃくります。ちょっと今日急ぎの用事がある前に撮影してるので、前作にします。つか S にするか。怪我、待って、まだ来たのがいるわ。行きましょう。はい、ということで勝てましたと。主人公もなんとか1得点できてます。やっぱ前目の選手だとサクッとでもなんとかなりますね。おわー、素晴らしいぜ。相原いるよ。終盤展開、まあどっちでもいいか。普通に踏みましょう。お、カバーリング、カバーリングって、そういや何にも反応してねえな。セントル行きましょう。終了しました。はい、ということで勝てましたと。 2-0 ですと。うん、最後の試合しっかりやってもいいけどな。時間ないか、頑張っていかないと。おお、怪我は無理だったな。相原踏みましょうか。これでマックスだろ。さあ、サクッと日本一になっていきますかと。
うん、爆発力とか取りたいんだけど筋力足んないか、精神が足んないのか、スピード、うーん、まあディフェンスこれ42もするか、いきましょうか。はい、ということでオールサクッとでなんとか勝てましたと。うん、で主人公も2得点なんでおそらくマックスですね。でそうですね、ポカらしいポカ、まあそうだな、相原デートで評価が下がったのと怪我しに草ギプス割れなかったぐらいかな。うん、急いでやった割にはなかなかまとまったかな。まあ、あとは4人タッグがやっぱ引きたいっすね、そのうち。これちょっとハマりそうだな、オフェンス固め。うん、さすがにこれはマックスですね。うん、なんでそんなに結構いってると思うけどな。うん、6700点いってますね。強っ。ちょっとフォローだけさせていただくか。やべえなこれ。ポジションか、へえ。20めっちゃ多いな適正。さて上げていきましょうか。スピード上げるか。で空中戦ドリブルトラップ20にしますか。キープバックスピンレンジは取るか。ヘディング爆発力は取るな。スタミナかと。148、これを何に触れるのか。パスか、パスしか触れないな。テク、うん、まあちょうどいいでしょう、いいでしょう。うん、金得はないもののなかなかまとまりましたね。金得2つかな。うん、S 乗りますね。すげえわ。3つか。いやー、やっぱ、経験点も大事ですね。金得も大事ですけど。6800か。すげえ面白いな。もうあの、タックが来た時の爽快感ね。ハマっちゃいそうですね。うん、目指せ7000で何回かこのデッキは試行したいですね。もしくは、オフェンス5枚の方がいいかもしれないですね。こういう固めをやるときは。おそらく、なんでしょう。選手のバランス的には二股した方が強いと思いますけど、今夢があるのは5枚オフェンスって感じだと思います。いや、楽しかった。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録をお願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。